MSC ソフトウェアのヨウと申します。本日は MC の技術パートナーエンジニアナップ社に、より開発された設計最適化支援ツール MC レストランソロ200ウェブアプリケーションをご紹介させていただきます。製品の設計及び、開発段階で、コスト、重量、製造可動性、品質及び精度の各分野において要求事項のトレードアップを考慮する必要があります。自社製品の構想力を強化するため、に製品開発サイクルの早期に全体的な最善設計をいかに達成すべきかという難問に直面することがあります。MC ソフトウェアは MC ネッサンストロー200において、寸法、形状、および輸送の最適化や複数の解析分野にわたる最適化など幅広い機能を提供しています。しかしながら、最適化機能を使いこなすためには、最適化設計固有の、複雑な設定方法を理解しておく必要があり、使用のハードルが非常に高いという問題がありました。これを解決するために、ウェブベースの設計最適化データ作成支援ツールをご用意いたしました。本日ウェビナーは、これ設計最適化支援ツール MC レッサンソロ200ウェブのご紹介をさせていただきました。アジェンダですが、まずはじめに、前掛けとして、なぜ最適化必要か、まだ若干説明します。その後に、ソロ200の設計最適化の紹介、ソロ200ウェブアプリケーションの機能紹介、あとは、それを操作手順、まあ、最後に、昨年ですね、これを製品を、弊社のユーザーズカンファレンスで発表しましたけど、その後ですね、強化したら最新の機能もご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。世界、ですね、まず構造設計の高度化と効率的な設計の要求ですけれども、世界規模でのメーカー間のですね、生存競争に伴い、低燃費、軽量化、高品質、と市場の要求は厳しさを増しています。また、部材配置、材料置換、接合方法などの設計上の課題も増大しており、より効率的な設計と、高度化が要求されていますと。それ一方で、設計に許される時間やコストは減らされるという現実があります。このような相反する状況の中で、市場ニーズに応えるために、部材配置、委託分布、新しい材料の採用等をいかに効率的に決めるため、柔軟に増して設計最適化ソフトウェアやツールをはじめとする新しい技術の活用は不可欠であります。そもそも設計最適化とは、どういうものですかとすると、一般的にですね、設計最適化というような教科書の中に書いているものについては、まず、目的関数、ですね、何をどうしたいかですね。まず例えば重量の最小化、軽量化という意味では、ですね、あとは、例えば歩道を、車の設計において静かにしたいとかですね、そういうものを、一般的に目的関数を使います。まあ、設計図としては要は変更しできるようなですね、パラメータ、例えばですね、板図とか断面、張れる断面寸法とかですね、部材の配置、使用する材料ですね、それらのものを設計図になります。あと当然、製品のですね、果たすべき基本的な機能を満たさなきゃならないので、例えば共有変形量とか共有応力、設計疲労寿命ですね、これらのものを、ですね、制約直で与えるになります。で、実際数学的記述すると、右側のような解読になりますけれども、目的関数は、ここの X1 から X2、XN までの関数として、記述しています、一般的ですね。正規変数は X1 から XN で表していると。制約条件はここの GGA ですね。これ正規変数のも、関数になりますけれども、まあ、基準化されているような式でありますと、制約条件は出るより小さくなると、というようなことになります。で、もう少しですね、分かりやすく説明すると言いますと、変や応力、振動、特性度ですね、制約条件を満たしつつですね、重量や振動レベルを最小化できるような
設計数の最適な組み合わせを求めることであります。で実際これからですね、MC ネイサンソルに運ぶ設計されるキロの概要をご説明いたします。MC ネイサンはですね、1980年代の後半からですね、設計されてから開発はしてまいりました。現在ですね、サポートしている機能としては、ここの、スライドにまとめているようなですね、先方最低化、いわゆる、言っているのは、イタズとかですね、ハリル断面形状、そういうものは、接点の座標値をいじらないもの、の関する特性をいじる場合は先方最低化だと。あと、形状最適化は、有名要する国家と、接点の座標値を移動と移動を伴うものとしては、いわゆる形状最適化と。あと、材料の配置というものは、トポロジー最適化ですね。で、あとはですね、平板ですね、そういうような面外合成を高めるための、トバクル最適化ですね、そういうものであります。あとは近年ですね、従来の、微分、勾配情報をベースしたオープンマイザーで使う場合ですね、最適化は一般的には極小的な最適化になりますけれども、それではですね、全体の最適化の設計にならないことがあり得ますので、それを避けるために、グローバル最適化の機能も強化されていますと。あとは、まあ、マルチモデル最適化もこれらのモードをレストランの中でソル200をサポートしています。で、いくつか特有事例ですね、ご紹介したいと思います。これはですね、かなり前になりますけれども、初めですね、ナショナルの先方最適化と形状最適化が導入される頃ですね、この日産自動車様からですね、これをナショナルソロ200を使って発表される事例になりますけれども、これ運転席と、助手席に位置に送る音圧を低減したいというような、目的で、センス設計数としては、パネルに立つですね、130キロモードですね、設計数として使いますと。制約条件としては、総重量は、初期条件以下になりまして、あとはねじる剛性は、初期条件より、ですね、低下することはないように設計条件になっていますので、でこういうようなですね、ストール200使いますと、右側に書いてあるようなものですね、細い実線はですね、黒い実線は、設計されたか行う前の、音圧の応答ですね、助手席でろ、運転席でろですね、耳位置でろ、音圧の分布になりますけれども、そこでグリーンの線は、いわゆる最適化後の応答になりまして、まあ、ピークの応答を見てますと、大体こうデシベルぐらいような低減はできているということは、というご発表がありました。でもう一つはですね、これ、次のはトポロジー最適化の事例ですけれども、近年ですね、電気自動車とかですね、非常に開発は激しさを増していますけれども、電気自動車の中に、まあ、よく使うものとしては電池ボックスですね、ありますけれども、それのエンドプレートのリブル位置の最適化はここを事例として挙げていますと。まあリチウム電池ですね、長時間に使いますと、電池モジュールですね、膨張が発生しまして、それを膨張を抑えるために、エントプレートの合成を強化したいと。それは一般的にエントプレートは、まあ、一般的に厚くしておけば、問題はなくなりますけれども、しかし重くなりますので、できるだけですね、薄い板で、そこを少し補強材をつけるだけで、合成を、保ちながらですね、で重量をあまり不足されないような設計では、こういうのは輸送サイトが使っている適用事例になります。ここはナショナル機能の中で、ストローに入らなくて、シェル要素とソリッド要素を、接着、接触結合を使いまして、シェル要素はそのままでして、ソリッド部分は、ですね、輸送サイトが使いますと、最終的に出ている結果は、こういうような結果はですね、レイアウトは示されています。でもう一つですね、これ自動車排気装置のグローバル最適化の事例ですけれども、排気装置先方の最適化になりますけれども、こちらは解析対象としてはランダム応答を解析行ってまして、5箇所のランダム荷重を受けてますと。設計センスは26個になりますけど、イタズは17箇所で、結合のバレルケースは、3箇所隠れ3、いわゆる9個のバレルケースを
全部合わせて26ルセケンスになりますと。目的関数としては、半外値での応答速度ですね、の RM 数値の最小化になります。制約条件は、あとは質量に関する上限還元は条件を与えていますと。これをグローバルサイトが使っている結果を示していますと。目的関数の応答値ですね、初期設計から大幅に低減されていることは示していますと。まず初期設計では実際の重量は 192.75 単位になりますけれども、重量の最低化を使いますと、そこからですね、111.26、いわゆる 42% 低減できますけれども、さらにグローバル最低化を使いますと、その結果は今度ですね、98.47 になりますと。いわゆるローカル最低化と比べたにして、さらに 12% の低下は低減できていますと。で、初期設計の最適化ではですね、ここは、まあ、111.26ですけれども、ここでですね、13、サンプリングですね、ポイントとしては13番目になりますけれども、そこですからですね、全体のグローバル最適化の結果が得られていますと。あともう一つの事例ですけれども、マルチモデル最適化ですけれども、これもともと航空宇宙の、お客さんから、要求されている軌道で、倒しているものとして、航空機の設計においてですね、例えば標準的な胴体を使う場合と細長いような胴体を使うケースと、幅広い胴体を使うケースで、いわゆるシリーズの中のバリエーションを考慮した最適化を対応すると同時に最適化を行うためにこういうのマルチモデル軌道を開発されていますけども、もともとないその軌道は、最適化を行うために全部同じモデルを使わないといけないけれども、それではですね、バリエーションを考慮した同時最適化はできないですけれども、このマルチモデルを使うことで、そういうようなバリエーションですね、例えばこちら車の事例なんですけれども、ルーフ上にですね、例えばサーフィン用の何か道具をつけた場合ですね、あと燃料タンクがいっぱいある場合ではない場合ですね、そういういろんなバリエーションを考慮した最適化はできるようになりますと。それ一点と、もう一つですね、同じ車であってもですね、対策部門とかですね、設計部門によってですね、使っているモデルも違うことがありますので、例えば音響の計算を行う場合は、例えばガラスとかドアとか全部モデリングしますし、合成の評価においては逆にそこをモデリングしなくても、一番下に書いているようなですね、固有モードを求めたりだとか、固有値、配置を求める場合は、そういうようなものを、ですね、ドアとか内部のものを何も、トレーン部品は考慮入れてない計算になると。それぞれようなモデル違いますけれども、設計数違うものもありますし、共有するものもあります。これを同時に考慮して最適化を行った事例は、ここの事例を知っていますと。で、ここで事例ではですね、同時に考慮最適化は初期設計と比べたら 24.3 キロくらいですね、質量低減はできていました。実際ですね、今まで説明した、ソル200と、基本的な軌道の概要を説明しますけれども、しましたけれども、要は先方、形状、輸送最適化ですね、いろんな複数分野に、渡る最適化の軌道を、幅広くサポートしてますけれども、しかしながらですね、初めから説明したように、最適化軌道を使いこなすためには、最適化設計固有の、複雑な設定方法を理解しておく必要がありますし、使用のハードルですね、割と、高いという問題がありました。これを解決するために、我々としては、ウェブベースの設計されているデータ支援ツールを、ご用意いたしました。実際はこれからそういうような、ウェブは、軌道の紹介に入りますけれども、でこれは基本的なモデルとしては、既存に、例えば何種も、例えば正解数とか、あるいは同解数とかですね、いろんな解析を行うことのモデルもすでに用意されているということを想定してまして、そこからいかにですね、設計最適化のソル200よりデータを変換するかですね、それを支援するツールです。で、特徴的なものとしては、既存の解析のモデルからですね、設計変数、目的関数、制約条件などですね、なりうる変数や応答を自動的に認識して、ユーザー選択することにより、ソル200データを自動的に生成してくれます。で、これはウェブアプリケーションとしてなりますので、直感的に操作可能となるように設計されてきまして、基本的に簡単な操作手順に従って、
少ないマウスクリックと、限られたデータを入力するだけで、それに似たデータを撮影してきますと。しかも、入力データに対する動的で妥当する結果も、記録が入ってまして、それによりですね、手元料理の削減ですね、実現できますと。で、これを使うことにはですね、ベテランの解析者だけではなく、初心者にもソル200をコルツールを使いまして、ソル200を使って最適化の機能を利用することが可能になります。で、使用環境としては、まあ、結局のウェブアプリケーションの一つになりますので、ウェブブラウザですね、まあ、基本的には Google Chrome から利用することに限定されています。で、これは実際利用する携帯になりますけれども、オフラインのアクセスですね、いわゆるデスクトップ上で、これをインストールして、あとはウェブからアクセスすることも可能でありますし、会社のグループの中ですね、サーバーあって、それもサーバーの中にこれをアプリケーションをインストールして、あとはですね、各デスクトップから、ですね、イントラネットを通してですね、それをアクセスすることも可能になります。実際、このユーザーインターフェースですけれども、ですね、こういう感じしますが、まず一番目ですね、ここはいろんなファイルを読み込むんですね。ファイルを、例えば17のセッションの正解するデータ、ダイヤモンド101のデータを読み込むとかですね、同解するの111のデータを読み込むとかですね、そのデータを読み込んで、あとは設計する選択と、定義になります。で、3番目は目的に関する選択と定義を、行いまして、いわゆる最適化が必要なものですね。で、あとは制約上の選択定義になりますと。で、これらのモードを操作を通して、あとはいろいろソロ200データを出力して、場合によっては自動実行することも記録を用意してきました。で、最終的にはですね、得た結果の、評価になりますけれども、設計履歴やですね、完全情報の後処理の記録もですね、提供しています。で、一番右側に一応読めづらいかもしれないけども小さくて、これオンラインのユーザーのマニュアルとか、ワークショップの例題ですね、用意されてまして、それに従いながら簡単に学習できることが可能です。実際、前処理する機能として、サポートする機能としては、前処理としては、まずですね、10年のナショナルの解析データからソル200データを変換する機能。で、サポートしてもらうとは、先方最適化、または関東解析、トポロジー最適化、トップメトル最適化、グローバル最適化、あとはパラメータスタディはサポートしていますと。後処理記録として、最適化解析結果の後処理には、いくつか用意してまして、まずですね、設計履歴のプロト作図ですね、後ほどまたデモ出てきますけれども、あとは最適化、またはパラメータスタディ結果のバーチャートの作図も、自動的にやってくれますと。あとは、関係するバーチャートのデータとともに、いろんな感度情報のテーブル出力をですね、整理されたまとめたとのテープを、出力することも、揃ってますと。で、実際、このソル200ウェブアプリケーションの使用にあたってですね、まず、従来のナショナルデータですね、用意されていること。まあ、これはですね、従来のデータの作成、あるいは結果処理には、お使いになれたプリプロセッサーを利用することはことになります。あとは、ソル200のデータを作成するために、まずですね、最適化の条件は決められていることであると。いわゆる目的関数は何であるかですね、まず、あらかじめ決めてくださいですね。で、重量最小化だったら、まあ、どこの部分の重量、全体の重量がある部品の重量とかですね。で、モードを、あるモードを最適化したいだったら、それ、モードを何番目のモードになるかですね、そういうのはあらかじめ定めていることであると。あとは設計図としては、変更しようとするような設計図と、それ上限関係であると。あとは制約条件に関しては、変異、加速度、応力などの対応する設定、要素、特選番号ですね、入っていることであると。これらの番号はですね、の確認においては、従来お使いになられたプリプロセッサーで確認することは可能です。で、基本的には、このウェブアプリケーションは、従来の皆さん使われているのは、ですね、プリポストを、リプレイスではなくて、それを、利用できるものはそれを利用して、それを、それ使うことはさらに割と、困難な部分は、これはアプリケーションは、簡単にすることは可能になります。
例えばこれ実際に事例使って説明すると分かりやすくなりますけれども、この補強イタロ例を使って説明していきたいと。これはいわゆる、ですね、16個のコード要素をコード4要素を使って基盤をモデルします。まあ、事例ですので簡単な、モデルデータを説明しやすくするためにこんな簡単なモデルを用意しました。あと4つの C バーですね、 T バー L なんですけれども、ですね、Beam ライブラリを利用してますけれども、要素で補強ウェブをモデル化しています。荷重係数はこの面内荷重と、1番目の荷重係数は面内荷重と、上面 Z 方向に一応、圧力荷重を与えている係数と、荷重2の場合はですね、係数2の場合は、ある接点ですね、10203のところに集中荷重を与えているというふうに想定しました。まあ、材料特性と、高速条件はここでは、まあ、把握いたします。で、じゃあ実際使う設計変数としてはどういうものか、ここ想定しているのは、まずは基盤のいたずと、いわゆる T1、PCL ということですね、PCL1 のものになってまして、で、そこで上限と下限は右側に示していますですね。あとはウェブの、厚さですも、ここのウェブの厚さを、一番右に上に書いてますけれども、DIM2 ですね。これのやつのビームライブラリを使った場合は、こういうような変数になります。ですね。あとは、基盤のいたずを変えることによってですね、これを、補強の、ビーム要素の、オフセットも調整する必要がありますので、下の式にですね、書いてるように 1.5 プラス、XG÷2.0 と。X1 はいたずの、基盤のいたずを設計数として、で、これ 1.5 はもともとの、ウェブの、中心からですね、この基盤の上面までの距離になります。目的関数は、構造重量の最大化をしたいと。制約条件は、これ荷重条件1と、2の応力は基盤に対する応力を与える、制約条件と、あとロッド要素両端における最大自己応力をですね、与える制約条件です。あと、変異に関する制約条件は、それは荷重1と荷重2は、異なりますけれども、下に示している2つの条件は変異に関する条件も与えますと。じゃあ、実際にそれをどうするかというのを説明ですね。まず、これをウェブ立ち上がっていることによってですね、URL を入れることによってですね、そこと、例えば今度はシンプルサイトがありますので、それを入れることによってですね、で、データを読み込むと。このデータは従来のやつの例えばこちら正解数ですけれども、それを読み込んだら自動的に、設計変数として使うるデータはですね、下の方が認識されてまして、まあ、リストアップされています。次に設計変数を定義するんですけれども、リストアップされているようなパラメータからですね、設計変数として使えるものをもうユーザー間が選択すると。これ赤でですね、書いているような T ですね。PCL1 の T とイタズですね。あとは P バー L の DIM2 を設計変数として使いたいですので、それを2つをクリックすることによって、ミドルリードの枠で書いてあるようなものをもう自動的に生成されますですね。あとはそこで上限下限を入力することで、設計変数は関数入力は右側にの枠の中に自動的に作成されます。これは1個1個に選択する可能でありますし、もう一つですね、例えば今までの、イタズの全部、例えば上限はプラス 15%、下限はマイナス 15% を入れることによって、もししたければ、ワンクリックだけで数十個の設計変数も一発で作成することが可能です。あとは目的の関数の選択になりますと、このオブジェクトのところにマウスをクリックすることによって、目的関数と使えるものはリストアップされまして、ここでは例えば重量を目的関数と使わなければ、そこをクリックするだけで、緑に入っているようなものをもう自動的に作成されるんですね。次に制約条件ですけれども、このコンストレインズというところを行きますと、もう制約条件に使える変異とか速度とか加速度とかですね、同回数の場合ですね、自動的にリストアップされまして、そこから、応力をなりですね、変異なりを選択することによって、あとはそれを対する上限を還元を入れておけば、あと関係する複雑入力を全部自動的に作成されました。で、ここで、まあ、若干で書いてるのは、例えばビックリマークですね、例えば R5 とか R6 書いてるビックリマークを書いてるものは、入力が不完全であることを示してまして、まだ入力は完了していませんということを示しています。
あとは実際ですね、そこをちょっと読みづらいかもしれんけども、ウェブからですね、皆さんのところから、これ、インポート・リファイルとか何箇所書いてますけど、赤い枠を書いてるところでして、これは入力は必要なものを、項目を、指示してまして、ここまだ終わってないと、ということを示しています。あとは、適用する、制約条件、例えば解析の、過重ケースがたくさんある場合、今回は2つありますけれども、それぞれ過重ケースに 適用する制約条件を、ここからはもう選択しますとですね。最後に、エクスポーターというところをクリックすると、もう作成されるデータを全部ですね、収束されますと。ここは例えばソロ200は17ソロ101のマスクソロ200に変換されまして、あと、目的関数はちょうど読みづらいだと思うんですけど、デズ OBG を選択されますと。あとは、解析タイプと、それで解析タイプを適用する制約条件は、デズサブというものは選ばれますと。あとは、これ、ウェブで作成しているデータなんですけれども、それを一番下に書いているには、入力データですね、2つのオプションを選択されてするように、できるようになってまして、片方は、ね、そのデータは、ダウンロードして、と同時にね、その自動的に実行すると、というオプションと、もう一つは、ファイルだけをダウンロードして、あとサーバー上にね、その情報を投入することも、ですね、選択することも、ですね、可能です。で、実際はですね、ね、その実行できた後に、結果で処理するのも、10年はね、そのバルクデータ見たりとかなんかですね、F0 を読んだり、あるいはポストプロセッサーは立ち上がってそれを読むことになりますけれども、そういうような煩わしい操作は割と多いんですけれども、ここですね、我々としては自動的にそこのデータを読み込んで、最も重要な情報を、ですね、プロットしてくれますと。例えばここはですね、重要なのはちゃんと収束しているかしてないかは、こういうメッセージは run terminated とかですね、例えばサイクルも計算はちゃんと終わったと、ハードコンバージョンスという情報は読み取れますと。あとは目的関数固有のプロットと、制約条件に関するプロットと、あとは設計するプロットは自動的にしてくれます。これは、本当はワンページの中にありますけれども、マウスで、スクロールバーですね、アップ、ダウンすることによって、見ることが可能になっています。あとは感度情報ですね。従来は例えば感度計算を行うために設計すると、制約条件です。応答が多い場合ですね。大量の収束になりますけれども、どれが重要か、どれが大切なことないかですね、分からないんですけれども、でこれを、キルを使うことによってですね、簡単にバーチャートとして、収束されまして、あとはそれを簡単にどれがクリティカルの設計数は、一目瞭然ですけれども、分かると。あとはテーブル情報も、まとめてテーブル情報、感度情報を収束してくれます。ですね。それ以上は昨年まで開発できるけれども、今度ですね、これを1月、2月開発した、また2つのお客さんのですね、いくらお客さんもすでに、去年の年末ですね、これをリリースしましたけれども、今、実際使って始めてですね、お客さんもいますし、あとはトライアルユーザーの間にですね、こんな機能をサポートできたらいいなという話、ご要望ありまして、それを対応して開発できるんです。一つはまずグローバルサイトからですね、これグローブされてからも、ナショナルソイキルを前話したように、ありましたけれども、これをですね、これをウェブアプリケーションを使うことによって簡単に設定できます。要は、最適化もデータもすでにありますので、あとはグローブされてからを行うかは選択することによって、グローブされてから実行できますと。しかも、それも実行実行する機能と、ポスト処理機能も、一連の処理はですね、自動化されてますと。ですね。でもう一つ機能としては、パラメータスタリと。せっかく、ですね、その中にグローブされたかという機能がありますけれども、グローブされたかを行っている場合は何かやってますと、中でいろんな設計数の組み合わせですね、上限と下限、あるいは真ん中の数字ですね、取って、いろんなパラメータの組み合わせを、使うことが可能です。それを DOE で実験計画法をベースにして、求める有用な組み合わせですね、まず選別して、それをですね、使って計算していきますと。それを計算することによって、全体の最適化は行いますけれども、もしこれですね、最適な計算じゃなく、1回だけで計算していいというようなものであれば、いわゆる最適化ではなくて、パラメータスタディすることになりますけれども、いわゆるグローバル最適化のスキームを利用して、
効率的なパラメータスタディと結果処理も可能になるですね。実際は、今まで説明した内容ですけれども、やっぱり、例もですね、まあ、レコードされているものですけれども、通して、見ていただければ分かりやすくとなりますけれども、ここですね、まず一般的な最適化の操作手順をご覧いただけますと。これですね、URL で、そこでつながったら、もう始める画面はこういう画面になります。で、SOL200 Web アプリケーションで、最善とトポロジーとかですね、トポメトリー、どれを使うかですね。で、そこを最善が選んだら、もうここを例えば、もう、よりサクッと説明したら、操作手順の画面になりますけれども、もうですね、これ制約条件、サブケース、データ出力ですね。で、これをまた CS ファイルの出力自動的にできるようになってますけれども、最適な結果、CS ファイルにも出力することが可能になってます。あと、結果と処理のところを押したらこうなりますと。あとは、ユーザーさんによってですね、いろんな最適化のパラメータをコントロールしたい場合は、ここで設定することが可能ですと。あとは、先ほど申し上げた、極小最適化、センシティビティアナリシス、グローバル最適化、ここから選択することが、なります。で、これから実際、このデータを読み込んで、フォローしていきたいと思いますけれども、例えば基本的に、NASA の正解的データがあると、それを読み込むことによって、下に、設計変数として使えるものは、画面の下に、ね、出てきますですね。で、これを例えば、いたず選択したいと、設定変数が多い場合ですね、パラメータが多い場合は、どれになるか、スクロールダウンにしても、なかなか分かりにくい場合は、ここを TO でいけばですね、ウェイロブスペースにもう、いたずだけのものだけを表示されまして、あとはそのをクリックしておけば、もういたずのセクエンスとしての定義は完了します。ですね。で、右側にはそれで生成されたデータも表示されますですね。ここではですね、下限は 0.001 になってますけど、上限は 10.0 によって右側の設計モデル画面も表示されますね。あともう一つは P-bar サポートですね。ビームライブラル DIM2 もセクエンスとして使いたいという話の分かってますけれども、要はそういうの、初めの何をやりたいこととしては、ワンシートなんかまとめれば、まあ、簡単にこういうものは利用することによってデータ作成できますと。もういたずら変えることによって、この補強のウェブのですね、もうオフセット、中心も位置を変わりますので、それを調整する必要がありますので、これをですね、調整していきますと。実際、ナイスロンのビーム要素を使った場合はですね、ここのオフセットは W3A とか B とかになりますけれども、それを、これはサポートですね。ここは W3A の A 単のオフセットを入力しますですね。なります。これ、いたず変わりますので、オフセット量も変わりますよという話、ありますけど、先ほどの、書いてあるところにありましたように、1.5 プラス、X1。X1 は基盤のいたずの設計数量ですね。それを変わることによって、このような式に従って、オフセット量は変わりますとです、ね。で、これは、まあ、1行1行ずつ入力することも可能でありますけれども、実際ですね、ここを、そういうものではなくて、上のもうすべてのビーム要素のオフセットを変える必要が分かってますので、上また方程式をあらかじめ定義して、今は入力しているところ画面になりますけど、それを言いますと、あとは、ワンクリックだけでも、ここはですね、8個の、オフセットの入力は作成されますとですね。これは画面に中に見えるものは自動的に対応してくれますけれども、これ数字がある場合はですね、例えば一番下に50という数字がありますけれど、50という数字を入れておけば、もう50個の入力のオフセット量は一発で作成されますとですね。今度は今、目的関数選択されますけれども、もう重量選択しますとですね、ワンクリックだけでも作成できると。今は、制約条件を定義するところで、例えば先ほど説明したように、応力制約条件、基盤の応力制約条件と、ビーム要素の両端の応力ですね、軸力ですね、対する条件を与えたい場合がありますけれども、ここはストレスを選択した場合ですね、ここは入力必要なものはもうすでに赤ですね、入力が必要ですよというふうに書いてまして、これは今入力していくことです。例えばこちらの場合要素、まずですね、場合要素は、
これはクリックするところによってプロダウンメニューを出てきまして、プロダいわこのモードの中にあるものだけ表示されますですね。今は A 端の熟力を選択しまして、応力のアイテムとか沈むのアイテムも10年はマニュアル見ながら探さなくちゃないけど、それも困難なことです。ここは関係するデータだけを表示されますので、あと選択していくだけで、やってくれますと。今は PBL と PBML ですね、ちょっと読みづらいだと思うんですけど、申し訳ないですけども、ここは A 端と B 端のものを選択すると、あとはシェル要素の場合は、上面と下面のフォンミス応力は入力しているところです。今はそれぞれの、応力の下限と上限を入力しているところですね。それはユーザーさんはあらかじめ、ですね、上限はいくらというものは、分かっていた、設定して、あとは入力しておくと。ここ入力はまだ完了していないものなので、まだ今はびっくりマークがありますね。そういうふうに出てます。ですね、左側に、そこの、ステータスのところはびっくりマークがありますけれども、で今度はですね、まだそのまま残して、わざわざ残して、どうしようと何が出てくるか、チェックはですね、何段階ありますけれども、今度は変異に関する制約条件を入れているところです。例えば、ここを、サブケース1の1の、10302からに、の Z 方向の変異を、入力するようしようとすると、今、接点ですね。ちょっと皆さん読みつないと思いますけど、10302入れて、あとはその下限はマイナス 0.1。上限もマイナス 0.1 入れていきますと、もうやっぱりこれは入力としてはミスあると。そうすると警告を出してくれまして、ここを上限の修正して、ね、プラス 0.1 入れとかはもう入力完了しますと。あと下の方は、もう一つの加重条件に対する制約条件ですけれども、これも上限下限入れますと。でこのまま、あとも入力は実際2箇所完了してません。このまま進むことも可能です。例えば今度は制約条件であります。それぞれ加重ケース1と加重ケース2に対する制約条件を与えますので、これ全部をクリックしますと、見えているものは全部選択されると。それは若干変異のところなんですね。加重ケース1と加重ケース2は適用する条件違いますので、それを特別ケースを外して、チェックボックスから外しておけば、もうデータの作成は完了になります。でこれからは、要はデータの出力ですけれども、ここをクリックしたら、ここは、まあ、ナショナルの入力データ、通常の解析入力データと、右側には設計モデルも入力データが作成されることは分かりますと。ですね。これはもちろん若干チェックして見てることも可能でありますし、で次は、これはですね、ナショナルファイルをダウンロードするような2つありまして、1つはナショナル入力データをダウンロードして自動実行すると。右側は要はファイルダウンロードみたいと、下の方ですね、エラーチェックされてますよですね、そこをジャンプとエラーテーブルのところを押すと、自動的にどこが入力データはエラーかですね、そういう入力のところに自動的に飛んでいって、そこを修正すればいいだとですね。ユーザーさんはどこが入力が足りないかはもう分からなくても、中で自動的に、ですね、見つけてくれて教えてくれると。今は入力全部終わりましたので、今度は内さん、例えば今回ですね、全部ダウンロードして、自動的に実行するオプションを選択、オプション1を選択しますと。ですね。これは、要は、ウェブ上に作成した、要は、データはダウンロードできてまして、で、それを、実際の実行のディレクトリの中に、持っていって、あと実行するとですね。これ今、ナショナルは実行していることで画面になります。データス画面に出てきまして、今はケース1を実行してますようになってます。で、今、6番目のサイクルとか何番目のサイクルですね。出る。要は、簡単なモデルですね。すぐ実行できてます。それ実行を完了したら、自動的にナショナルですね、結果のファイルを読み込んで、これは重要なメッセージとちゃんと収束したかしてないかとメッセージと、目的関数のですね、プロットと、制約条件のプロットですね、できます。あとは設計変数のプロットも、出てきます。そのマウスを、それぞれ接点のところにクリックすることによって、どれくらい数字になっているかは、それも示してくれますと。ですね。これで基本的に、最適化設定はこれくらいですね。従来は、ですね、こういうデータは、まず、まあ、小さいモデルだったらマニュアル的に入力することが可能ですけれども、語彙使ってもですね、これくらい操作はやっぱり時間がかかると。
これはやっぱり無形質化学によってですね、球内の数十分の1の時間でですね、数十分の1の時間で簡単に入力してくれます。しかも正確に入力できます。ですね、お分かりいただけると思っています。次にグローブサイトからですね、今まではまあ一般的なサイトから1回流しただけで、実際は全体的に見て、本当に全体的から見た場合です。本当に一番最適化の結果を得ていることがわからないと。これをグローブサイト化は、まあ、やってみようという話になりますけど、でここですね、実際は作モデル、もうすでに最適化のモデルを用意されていますので、それをどうやって読み込むだけで、あとはグローブサイト化を選択すると。ここは、より、作るデータは、作成したデータを読み込むだけです。読み込んで、実際はいろいろデータが保存されていますので、それを見ることによってですね、どのような設計変数定義されているかを示して、それを一旦チェックをすることも可能です。今はいろいろ入力が合ってますよということは、設計モードが合ってますよと言います。今度はですね、そこをセッティングのところに行きますと、何を解釈するのか、デフォルトは局所サイト化、今度はグローバルサイト化を選択しますですね。これをグローバルサイト化を選択することによって、もうグローバルサイト化を実行すると。あとはいろいろデータをダウンロードして、ナイスを実行することになります。だから、それ以上の煩わしい操作は一切なくて、通常のサイト化データがあれば、グローバルサイト化はほぼ1クリック、2クリックだけでもう実行できるようになります。今度はグローバルサイト化はもう上部立ち上がったと。これもステータルペース用意されてまして、例えば、サンプル1はもう3番目、4番目、5番目のサイクルは終わったと。で、今度は3番目のサイクルは始まると。なので自動的にインテリジェントを的に、次はどのサンプリングを計算すべきか優先は、自動的に優先順位を決めてくれます。必ずも1番目、2番目、3番目ではないんです。ヒューリスフィールドを利用して、最も次の可能性あるようなものをピックアップして、計算しますですね。これは例えば今は、もう6個7個ぐらいようなサンプルの計算終わりますですね。こういうのはスペース画面も、ですね、これで使う頃には確認できますと。もちろんこんなものを見ずに一発で流したいければそれも可能ですですね。これでもうほぼ計算終わりますけれども、で全体の計算はですね、まだ若干、数サンプル、計算しているところですけどですね、これで計算が終わったら自動的に結果のファイルを飛んでいまして、全体の結果が出てくれます。これもグローバルサイト化が何番目のサンプルで結果を得たかとかでも分かりますと。あとはそれぞれサンプルの目的関数を表していて、これを見ては、大したことないというもの、こちら簡単な事例のモデルを使っているんですけれども、見方は2つありますですね。若干この操作を見てからまたご説明したいと思います。今は、初期設計の最適化と、グローバル最適化の結果はここは、まあ、数字は、まあ、それほど変わってないけど 5.47 と 5.46 の数字が近い数字になってますけれども、これですね、それを右側の、サンプルを選択することによって自動的に結果も大乱風に、必要なケースですね、対応してくれます。先は、先ほど見たように、これを例題見たら つまんないような結果な、思うかもしれませんけども、実際は問題の解釈の問題になりまして、これはいろんなパターンの計算をやったと、ほぼ同じ結果が出ているということは、この設計は非常にロバストであるということですね。ちょっとパラメータを変えるだけで結果を大幅に変わるということは、そういう設計を誰も使うことはですね、怖いですね。これは、1個のサンプル2の結果は全然違うんですけど、他の結果はほぼ同じ結果が出てますので、でこれを、目的関数はそれほど変わらずにですね、選択する設計変数の幅は非常に広くて、これで例題ですね。だから、いろんな設計を、どんなような設計でもほぼ同じ応答を得られるということを示しています。一種の伸ばす製品に対するですね、精度は伸ばすであることは示していることではないかと、理解していただければですね、幸いです。次にですね、もう一つのデモですけれども、感度計算ですね。これも今まで感度計算を行うことは大変ということと、結果の解釈も苦労している方も多いと思いますけれども、昔ですね、これやるときに結果がどうしようですか、いつも皆さんは聞かれますけれども、ですね、ちょっとそれを答えるためにはなかなか困っているんですね。
簡易テクトするのはなかったということですね。今回ですね、これをちょっとやってみますと。これも先ほど使った、一番初めてデモを使っているような例題をデータを読み込むんです。読み込んでですね、これは両方のデータですね、解析モデル、設計モデル、両方同時に読む必要があります。それを読んだから、もう先ほど設定された最適化のモデルになります。デフォルトがね。今度はこの目的関数を見てまして、制約条件をチェックしてますと。ですね。で、今回はセッティングのところに、ズーミングアップしてくれますけれども、今度は、要は最適化じゃなくて、カウント解析を行いたいと。このカウント解析のところをクリックしておけば、今度の計算はもうカウント解析だけやりますよとやります。これで、またデータを出力して、ダウンロードして、ナスを実行すると。ですね。まあ、数回のマウスをクリックするだけですので、あとはスタートナスというふうにクリックしておけば、もうナスの自動的にの計算は始めると。ですね、情報を始めると。計算終わったら自動的にカウントの情報を出力されます。ですね。今は全てカウントの情報を読んでいるところですけれども、これをいろんな応答を出していますので、それぞれクリックしておくによってですね、自分はどの設計数はどの応答に対して一番効くか効かないかですね、これらのバーチャードを見ることによって簡単にですね、識別することはできます。以上ですね、基本的な治療の、あと簡単なデモはですね、でした。で、まとめますとですね、いわゆるソロ200をウェブアプリケーションはですね、基本的に柔軟なナスラの1ペケペケというふうに柔軟なナスラの解析データからソロ200データを自動的に、変換する、ための支援ツールになります。ですね、既存の解析データからその200データは自動生成できまして、ウェブアプリケーションですので、先ほどのデモの操作から見ても分かるように、簡単に操作することが可能です。あとは、設計入力データに対する妥当性チェックですね、数箇所入っています。まず、それぞれ入力のところに、データは妥当であるかどうかも、警告を出してくれますし、場合によってですね、最終的にデータをダウンロードするところボタンを押したときにも、そういうような警告を出していますと。それを、ジャンプとで、エラーのところの、ところをクリックしておけば、自動的に入力不完全なところデータに戻りまして、そこを修正すればいいということですね。だから、今までだと皆さん入力データですね、間違ったら、ナスラを投入して、ナスラの時間かけて計算ある時間経って、初めて、ああ、やっぱり入力足りなかったとか、入力間違ってるとかですね、そういうような苦い経験は皆さんもあるだと思います。で、これを使うことによって、そういうような展望通りですね、大幅に削減できます。まあ、先ほどのような操作で、最適化計算を行いますので、まあ、専門家だけではなく、初心者にも、非常に利用しやすいような形で、ロツールになっています。以上で、ソロ200のウェブアプリケーションのご紹介はでした。